おす。どうも皆さんこんばんは。あなたのお耳に外国語大学、タクス FC ラジオ関東区です。私が進行を務めさせていただきます。高橋豪です。よろしくお願いします。いや、違う違う。高橋ご師匠じゃないですよ、あなた。ということで今日のゲストは。東京外国語大学、2年生、言語文化学部インドネシア語科の根岸清純です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、東京外国語大学がギリギリの根岸くんでした。大丈夫か、これ。言えないがギリギリの 東京外国語大学になってましたが、緊張してますか？ちょっと緊張してますね、はい。そうなんだ。確かにね。でも、清純は割とこういう時はかかっちゃうタイプだもんね。ああ、すごい、そうですね、はい。そう、なんか YouTube 撮ってるよーとかってなるとさ、割とこう、エンジンかかっちゃうタイプだもんね。そうですね、はい。だけどまあ、今日はいいよ。全然。かけなくていいですか？気にしなくていいので、バンバン行ってください。はい。ということで、まずはじゃあ、なんとなく清純の学校生活を聞かせてもらってもいいですか？学校生です。はい。そうですね。2年目で、まあ、だいぶ学校にも慣れてきて、で、やっぱ外大なんで、まあ、で、専攻がインドネシア語なんで、基本的にはインドネシア語の授業出て、他は、まあ、自分の興味に合わせて履修してって感じですかね、学校は。で、まあ、部活ある日は部活して、で、なんか1年目と2年目で大きく変わったのが、バイトがすごく忙しくなっちゃって、はい。なんかこの時間にもう家に入れなくなっちゃって、いつも、はい、なんか12時ぐらいに帰るんですよね、いつも。で、また朝早く出てっていう風な生活を送ってるんで、なんかめっちゃ忙しくなったって感じですね。はい。そうなんだ。1年生の時より忙しいんだ。断然忙しいです。一限の時さ、はい。何時に起きんの？埼玉じゃん。はい、そうです。今日とか一限だったんで、もう5時半とか。まあなんかしっかり準備して行きたいときは5時半で、もうなんかさ、ヒゲとか剃らないで行くんだったらもうギリギリは6時半っす。なるほどね。まあ、でも早いな。でも早いっすよ。はい。それでも早いな。はい。そっか。で、バイト終わるの12時でって感じの時があんの？そうですね。なんか結構塾バイトなんですけど、はい。教える以外にも業務あって、まあそれやってるとだいぶ遅くなっちゃって、はい。塾の先生って塾終わった後の仕事で帰るのはい。12時とかになるの？まあ、11時半ぐらいには、まあ、だいたい出てるんですけど、まあ、でも家に着くのが12時ぐらいみたいな感じですね。そっか。じゃあ、勉強は結構忙しい。勉強は、なんか、あれ、主戦っていうか、みんな専攻語あるじゃないですか、ドイツ語と。まあ、そう、みんなに比べたら結構自分はあんまりしなくてもいい。まあ、言い方変かもしれないですけど、あんまりしなくていい方かなと思ってて、マレーシア語？マレーシアにいたんで、マレーシア語が、まあ、少ししゃ、まあ、結構喋れるので、はい。からインドネシア語すごい似てるので、単語とかはある程度カバーできたりしてるんで、はい。結構楽っちゃ楽っすね。なるほどね。まあそこの負荷が低い分、バイトにまあ持ってって、そうですね、負はい。荷があっても、まあまあ回るかみたいな感じなのかな。そういう感じです、はい。だってインドネシア語はさ、なんはい。か世界一喋りやすいみたいなさ、ああ、なんかよく言われますよ、はい。DJ 社長が言ってたよ。DJ 社長が言ってたんですか？まあ、DJ 社長が言ってた。インドネシア進出してるんですもんね、はい。結だから構、ね、簡ちょっと単ですよ。信憑性は分かりませんが。はい。そうです、結構簡単。だと思います。なんか、同期っていうか、インドネシア語科の子たちも、もう一年経つと、だいぶ文章を読めたり、なんか上からですけど、まあ、会話も、なんかすごい上手くなったなっていう感じ、からやいね。るんで、はい。お前ら上手くなったなと。はい。あ、そうっす。はい。ここまではずっと俺に頼ってきたのに、みたいな。まあ、それでも、はい、結構、すごく、はい、上手くなってると思います。だから、結構簡単だと思います。なるほどね。じゃあ同期どもがだんだん同上期手くなっどもてきたと はい。いうこ上手くとなっでてきたと。はい。よろしいですね。はい。そういうスタンスですね、根岸さんは。はい、了解しました。
んなじゃあさ、清純の学校も含め、今大学生じゃん。その一番楽しい瞬間はいつなの？ああ、サッカーやってる時ですかね、はい。おい、今ね、サッカーのこと言わない方がいい。抜 け。それ以外でってことですか？本当にもう、なんかマジでサッカー楽しいんですけど、まあ、それ以外か。それ以外で、なんか結構本読むときとか、ほう。なんか自分の好きなことをやってるとき、好きな、興味あることをやってるときは楽しかったりしますね。はい。だから、本読むの。本結構好きっす。はい。どの隙間で読むの、本。電車とかっすかね？電車で読んだり、寝る前とか。はい。何読むの。なんか、でも小説とかじゃないんですよね。なんか面白い。小説とかじゃなくて結構、時事ね、時事、まあ、なんか、結構学問チックな話みたいな。ほうほう、例えば。が、結構、最近読んだやつだと、結構理系の方にもなんか興味あって、理系の話とか聞くの好きなんですよね。なんか、宇宙の創生の話とかって結構壮大じゃないですか。なんかいろんな天才が集まって、こう、その総力で解明しようとしてる、なんか人間の営みが、なんかすごいなと思ってて、はい。ついていけてます、これ。ちょっと何言ってるか分かんないです。さあ、なん全か然わか結んない。構。でもさ、マジさ、なんかさ、鈴木哲学的なさ、議論してなかった？ そうですね。ゆいがくんと、はい、西くん、西ゆいがくんといつも、なんか、何喋ってたっけ、あれ。愛する人の愛する理由が記述できないのはなぜか、みたいな、テーマで宿題って課題が出されて、それで、なんか、はい、議論っていうか、まあ、ちょっと、まあ、なんか そんな感じでやってましたね、はい、議論。もう一回言ってもらっていいですか？何？愛する？ そう、なんか愛してる人を、なんです愛してるのかっていう理由って、記述できないよね、みたいな課題文を読んで、まあ、それに対してどう思うか、みたいな。なるほどね。記述できないんですか？記述できないっていう結論になってて、大沢政知って結構有名な社会学者なのかな、のやつなんですけど、はい、記述できないっていうふうになってて、はい。それを、まあ、なんか、言語哲学的に考えるみたいできるやろ、記述。な。はい。いや、だから、なんていうん、いやー、ここで議論始まっちゃいますよ。また別のテーマになりますよ、これ。い大やい丈や、夫？そうでしょ。記述できるやろ、絶対。だっなんて。か、言語哲学の、有名な議論というか、として、なんか、固有名詞に、ある。例えば、マルコさんじゃないですか。でも、マルコさんだと思ってた人が、急になんか、マルコさんイコールサッカーの監督っていうイコールじゃないんですよ。マルコはマルコなんですよ。だから別にサッカーの監督でっていう嘘の情報だとしても、でも、サッカーの監督じゃなくなったとしても、マルコさんはマルコさんじゃないですか。っていう感じなんですよ。だから愛する人の好きな理由が、例えばなんて。あの文章だとなんだっけ。まあ、なんか綺麗好きだと。すると、もし実際は綺麗好きじゃなかったとしても、その愛する人は愛したままだよね、みたいな。だからなんか言語哲学の話と、その愛する人を愛す、愛する人の愛する理由を記述できないやつに応用させて考えてるみたいな文章なんですけど、ごめんなさい。これあって、なんか俺も今、想像というか、まあ、記憶で喋ってるんですけど。あ、だからずっとふざけてる？もしかして。いや、ふざけてないです。ふざけてない。これ、ふ考えてないんだ。ざかかっけた。てまた。かかっ、ちょっとふざけたない。こと言ってるのかな。かかりそうになってる、今。ボケてんな。ずっと青春ボケてんな。何言ってるのかなと思ってボケじゃた。ない。ボケじゃないです。そうなんだ。もっとカジュアルな話じゃないんですか、今日って。じゃあ、俺が論破してあげようか。あ、お願いします。論破しちゃうよ、そんな。はい。俺の言語哲学者としての一面見る。いや、お願い。じゃあ、ちょっじと。ゃあ、記述してみ、清純。お前の愛する人がいるわけじゃん。はいはい。ミーパン。お、ここで出たか。おう。ミーパンさんね。ちょっとミーパンさん、ちょっとフルネームで、どんな人か言ってください。ミーパンさん。は佐々木美玲さんです。はい。日向い。坂の。はい。日向坂のね、佐々木美玲さはい。んを愛する理由を今
論じてよ。まあなんだろうな。まあ、可愛いのはもちろんのこと、やっぱりそれ以上のものがあって、魅力があって、まあ、そうですね、番組、日向坂で会いましょうという番組があるんですけど、まあそこでの、まあ面白い回答であったり、あとは、あれかな？あとは面白い回答であったり、まあ、もうなんか、まあなんだろう、まあ面白い回答とか、あとメンバーに対して、こう、なんかミーパンファミリーっていうのがいるんですけど、そのミーパンさんが、こう、面倒見がいいメンバーたちを集めてミーパンファミリーっていうのがあるんですけど、まあそれ、結構面倒見が良かったりとか、そういう、まあ、総合的なところで、まあ、いいなって思ってます。はい。論ぜたでしょ。でも、これが、例えば、まあ、それも多分、ユイガに言われたんですよね。だから、ちょっと、俺の考えが合ってるかどうかわからないんですけど、でも、なんか、本当に愛してる人って、その、別に、なんか、愛してる人が、たとえ、急に変わったとしても、愛してる人が、まあ、全然思ってたのと違くても、なんかそのまま愛してるっていう現象あるじゃないですか。なんか、それのことを言ってて、そういう場面で、まあ本当に、そういうことを言ってるはずだと思うんですよね。だから結構、難解な文章かもしれないですけああ、だど。から、そういうことか。だから、ミーパンが、日向坂を辞めたら、成人は嫌いになるっていうことでいいですね。まあ、ではないですよ。だから、ああ、ミー違パンうんさかんい。自体が好きなわけで、その日向坂にいることは別にそんな重要じゃないよねっていうことなんですよ。でしょ？だだから、から、それは愛してる理由は記述できてないよね、みたいな。その、ミーパンさん愛してる理由は、例えば、俺が思ったのは、その、好きな人のタイプとかあるじゃないですか。綺麗とか。なんか、まあ、いろいろ、ショートとか、なんか、まあなんかいろいろあるじゃないですか、条件。で、その条件が当てはまってるから、なんかその人が好きなんじゃなくて、この人が好きで、まず好きになって、で、その後の、その、そっからなんか、機能的どっちかわかんないですけど、まあ、その、なんていうの、ここがいいよね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 、みたいな感じでしか記述できないのかなっていうふうなことは、ちょっとなんか思って、まあ、それ書いたりしたんですよね。どう？ これ大丈夫？これ。大丈夫ですかね？分経ちました。これ載せるんですか？これ、なんか ちょっと、それすぎな気がするこけれど。は大丈夫かな。問題作かもしれないから、これ。じゃあ、だってマルコさんがそっちの方向持っていくからじゃないですか。俺は本好きって言っただけなのに。ああ、これ大あ、丈待っ夫て。かな。分かんないけど、まあ、なんかおもろいんじゃない？ まあ、だから結構、大学院とか考えてるぐらい、なんか勉強したいなって思ってるんで、なんかそういうことは、はい。本とか読んで、教養とかある人間になりたいなって、ありますね。確かに。じゃあ、まとめると、外大生は賢い。っありがとうございます。ていそうれ感を、じに、なんだそれは。感じに、はい、まとまりましたので、ということで、これで今回の関東区は終了したいと思います。最これ後で終に、わり？いこれで終わりです。10分経っや、たよので。くわかんないやつで終わっちゃうじゃん、俺。はい、よくわかんないやつで終わります。ちょっと、まあまあ、いいか。まあ、それってはそこれとで、で。最後にじゃあ、ネギスさん一言よろしくお願いします。最後に一言か。そうですね、なんか、大学まで、やっぱりサッカーしてる人たちの集まりが、サッカー好きな人たちの集まりが、タフス FC だと思うので、まあ、ぜひ、YouTube 見てる方は、はい、応援してくださるとありがたいです。それは哲学的に言ってる。哲学的に言ってる。それは難いや、しい。全然違います。普通に言ってます。はい。あ、伝わる？あ、伝わる？よかった、よかった、よかった、よかったです。ということで、聞いていただいた方、今回もありがとうございました。お送りしましたのは、私、ソクラテスト。ウィトゲンシュタインでした。はい。ありがとうございましありがとうございます。た。誰やねー。